すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。好きな麻雀プロは水原明奈プロです。よろしくお願いします。デッドバイデイライト冬のイベントサバイバー側、エースディスコンティでやっていきます。マップはザ・ゲームですね。本日のパーク構成はセルフケア、植物学の知識、血族、デッドハードの4個です。早速クローデットさんがチェイス。さあダウンしてしまいました。キラーはピックですね。つけ切るかどうか迷いどころ。とりあえず救助行きましょうか。うわおそらくしゃがんで移動してると思うんですけども、うわーここ救助してもね、トンネルに戻ってこられそうやな。大丈夫か。別のサバイバーが追われてるっぽいですね。さあこっち側、あ、この発電機やりましょうかね。おっとクローデットさんが、厳しいなあ。強ポジは追わない。行ってあげへんの。回復いらんか。そうか、罠起動してもうてんねんな。頑張ってくれよ。はい、好きな麻雀プロ水原アキナさんなんですけれども、U-NEXT パイレーツっていうチームに所属している M リーガーの方ですね。ただね、麻雀してるところはねあまり見たことないんですよね。というのもね、私が水原プロのことをね好きになったのはですね、人狼ゲームをプレイしているところを見て、好きになりました。YouTube などでですね、人狼ゲームをね見るのが私結構好きで、マージャンスリアロチャンネルっていうね、マージャンプレイヤーが、マージャンプロが、人狼のプレイヤーになって人狼ゲームをするっていう、チャンネルがあるんですけれども、そちらにね出演されてまして、めちゃくちゃ強いんですよね。
それで水原明菜プロのことね好きになりましたね。さああと1台ここ直しきったら、さあ罠かけられた。抜け出した抜け出した、ナイス。どこや、ノーワン、マジか。あ、見つけました。ゲートは開けてしまってる、脱出してしまっている。これ救助いけるか。あ、救助は終わってる。血の番人、血の番人ありますねこれ。ちょっとま出れないですね。ただー無理ではないですね。うっ、脱出して、ハッチからね脱出してもらいましょう。ではお先に。はい、ありがとうございます。フェイスマスクの罠が起動してる時にゲートから出ようとするとね、罠がクタッてなってしまうんですけれども、ハッチからの脱出だったら、無事に脱出することができるということでね、ハッチ脱出狙っていただきたい。あ、お、出れる出れる出れる。めちゃくちゃ惜しいぞ。これはクローデットさんが謎にねゲート前で粘ってたせいで罠発動しちゃいましたね。これ決定的な瞬間ですね。この方仲間をやっちまいましたね。ちょっと前の動画でも説明したんですけども、別にゲートからそのキラーに追われてるであろう味方とか、今回だったら罠が起動してしまってる味方がゲートから出ようとしてるわけではないので、肉壁に入る必要がないんですよね。うん、最後私とクローデットさんが味方でゲーム内に残ってましたけれども、もう罠が発動してしまってるので
シール・ベネットはね、もう罠の解除をするか、ハッチから脱出するか、どっちかの方法で、逃げようとしているわけなんですよね。で、その味方の邪魔をしないために、何をすればいいか。まずはピックのね、タゲを自分に向けるっていう、それはね、クローデットさん、やってくれてたと思います。ただ、残りゲージがね、もうすんごい少なくなって脱出したじゃないですか。それまでに、脱出してあげなければ、フェイスマスクのね、罠が起動してる状態でハッチを探すのはね、大変ですのでね、今回みたいにめっちゃ近くに現れたとしても時間切れになっちゃったじゃないですか。そこはもうちょっとね、クローデットモレル使っていた方、考えてあげた方が良かったんじゃないかなと思いますね。急なんでね、別に初心者の方っていうわけではないと思うんですけれども、あまりね、理解されてない方がね、いるっていうのも、実情ですので、もしね、私の動画を見て、デッドバイデライト始めようかなって思う方は、そういうとこね、覚えておいていただければね、このように味方が無駄死にしなくて済むということになりますんで、お願いいたします。はい、私の好きな麻雀プロは水原明菜プロでした。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアス。デッドバイ、デッドバイ、デデ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 デッドバイ、デッドバイ、デライト。